静岡大学に在籍する先端研究者を紹介するこの番組。今回は学術院工学領域電子物質化学系列の井上翼先生をご紹介します。研究分野はナノマイクロ化学、ナノ材料工学としており、現在の研究テーマは長尺カーボンナノチューブ合成、ナノチューブファイバーへの応用とカーボンナノチューブ複合材料です。学術院工学領域電子物質化学系列の井上です。私はカーボンナノチューブの研究をやっておりまして、特にカーボンナノチューブを使った革新的な将来の軽量素材の開発を進めています。そもそもカーボンナノチューブとは何かと申しますと、炭素の結晶の材料です。従来からは黒鉛やダイヤモンドがよく知られていますが、カーボンナノチューブというのは1991年に日本の研究者の方によって発見された新しい素材です。ミクロに見ますと、炭素の原子が六角形に配置された構造のシート、いわゆるグラフェンを、筒状に巻いたものです。直径が、数ナノメートルから、大きいものでは100ナノメートル程度、そういうところからナノチューブという名前がついています。長さは、作り方によっていろいろですが、長いものでは10ミリメートル程度まで長いものもあります。で、このカーボンナノチューブは非常に素晴らしい性質がありまして、細いだけではなくて、電気をよく通すとか熱を通すといった、他にもたくさんありますが、このスライドのように、他の材料にはないような優れた特性があることから、いろんな世の中での応用研究が、カーボンナノチューブの発見当初から期待されています。これらを数値データとしてまとめるとこのスライドのようになりますが、軽量というのは重量の密度が 2g 以下、ちょうど有機材料と申しますか、身の回りにある素材、軽い素材と同程度です。でありながら、機械特性は鉄、鋼鉄の数倍、強度でいうと100倍以上、弾性率っていうのは、曲がりにくさなんですが、5倍以上。また、最近注目されてますのは、電気特性や熱特性です。例えば電気特性は、ナノ材料をうまく薄く、ガラスの上に敷き詰めると、透明の電極になるので、スマートフォンなどの、表面の電極に使われたりですとか、あと熱特性は大変熱を流す素材なので、いろんなトランジスターや、例えば大きなものでいうと自動車などの熱がたくさん出て、性能を劣化させるような、そういった熱を逃がす目的に使われようとして研究が進められています。それらをまとめると、このようにカーボンナノチューブっていうのは、非常に広い応用分野があって、ナノ材料としてはコンピューターとか、またはゴムに混ぜて熱と電気が流れるゴムといった、素材としての用途があったり、または環境、最近ではエネルギーとして、リチウムイオン電池にも、電極材料として使われるようになってきました。また、バイオとかそういったところにも将来的に使われようとしています。そのようなカーボンナノチューブを私の研究室では、まず素材を作るところから、実験を始めます。そしてそれを加工して、例えば紙のようなペーパー材料であったり、糸のようなファイバー材料を作ったりして、新しい応用の開発を進めています。このような研究をするようになったのは、今からちょうど10年ぐらい前に、たまたま珍しいカーボンナノチューブのファイバー化現象というのを発見しました。カーボンナノチューブが自動的に整然と並ぶという特徴があるので、それはカーボンナノチューブの優れた特性を最終製品に生かすには非常にもってこいの特性でした。それでその技術を生かして、カーボンナノチューブをこれまでにもないような、革新的な応用にできるんじゃないかと思って、合成から応用まで一貫した研究を進めるようになりました。まずその作成方法について紹介したいと思います。カーボンナノチューブは、化学基礎堆積法と言われるような、原料のガスを高温で分解して結晶を作るという、一般に CVD と言われるんですが、そのような方法で作成しています。ちょうど800度ぐらいの高温でやっています。で、これは、静岡大学で開発したもので、日本とアメリカで、特許も取得しています。
それを研究室の装置の写真で見せると、このようにデスクトップタイプの、ラボの中で使うものですからそんなに大きくはないんですが、研究室で自ら組み上げて作った装置を使っています。それでできるカーボンナノチューブは、炭素の材料なので、黒いんですが、左上の写真は透明の、石英の板の上にカーボンナノチューブが、垂直に立って、合成されている写真です。分かりにくいので電子顕微鏡で見ると、この左下のように平たい板の上に垂直に細いファイバー状のカーボンナノチューブが合成されているのがよく分かります。その一本一本は右下の写真のように、これは透過電子顕微鏡のイメージでして、透かしてみると多層構造の筒状の構造をしています。一般に多層カーボンナノチューブと言われます。ちょうどバームクーヘンと同じような構造でして、何層にも重なった筒状の構造です。で、これがここまで作るのは、従来から知られているんですが、これらの防水現象というのは非常に特筆すべき現象です。このように黒いカーボンナノチューブの一端をピンセットなどでつまみ出すと、スルスルっと繊維状のものが出てきます。で、これはいつまでも続くような現象でして、世の中で販売されているカーボンナノチューブっていうのは一般的には黒い粉状のものなんですが、このように連なって繊維化されるっていうのは他にもないような珍しい現象です。で、このことを私たちは防石という言葉を使っています。で、どうして防石できるのかってことをよく尋ねられるんですが、このように基板の上に、右上の写真のようにカーボンナノチューブが垂直に配列して合成されてるんですけども、それは基板の上で全てがくっついています。ファンデルワールス力で結合しています。ですから、それを引き裂くように引き出すことによって、一方向にきれいに並んだカーボンナノチューブの連結繊維構造が形成されます。それをカーボンナノチューブウェブと言います。このカーボンナノチューブウェブを、例えば回転モーターでこうくるくるっとよりを加えて、引き出してやるとよりとができます。このより糸を作る方法というのは、一般的な、例えば綿花であったり、ポリエステルなどの、通常の繊維を作る方法と、非常によく似ています。例えば左上の写真は1センチの基板の幅の CNT ウェブに、よりを加えて、CNT の糸ファイバーを作っているところです。右上の写真のように顕微鏡で見ると細い繊維がタコ糸のようにこうくるくるっと揺られているのがよくわかります。で、この動画で示すように作り方は至ってシンプルです。CVD の装置で作成したカーボンナノチューブを、一旦をこう引き出すと、この指の左側に見える黒い帯状の CNT カーボンナノチューブウェブというのが出てきます。これをこう、テープ、両面テープのようなもので巻き付けて、で、右側に見える回転子、これはに、取り付けます。で、この回転子を高速で回転させながら、後方へ移動させて、連続的なカーボンナノチューブの長い繊維、長繊維を作成しています。カーボンナノチューブのこのような黒い塊からカーボンナノチューブウェブを引き出すところは一見止まっているように見えますが、これはどんどんカーボンナノチューブが、消費されています。見えにくいですが、だいたい普段は研究室で20ミクロン、直径が20ミクロン程度の、連続繊維を作成しています。で、こういったカーボンナノチューブファイバーの特性を測ってみました。機械特性を測った理由というのは、やっぱり軽量でありながら、高い強度を持った繊維というのが実現できると、将来的にこのような輸送システムに利用して大幅な軽量化による省エネルギーっていうのが見込まれます。で、カーボンナノチューブというか炭素の材料っていうのはもともと非常に結合が強い材料です。ダイヤモンドが硬いっていうのはよく知られていますが、この黒い炭素、黒鉛の炭素の結晶はダイヤモンドよりも、さらに硬い構造を持っています。以前に発表されたカーボンナノチューブの引っ張った時の強度に関する論文のデータを引用しています。150ギガパスカル、1パスカルっていうのは
1メートル四方に1ニュートンの力がかかった時の強さなんですが、それの150ギガバイという、まあ、非常に強い力です。これどういうものかっていうと、これがまさしくその鋼鉄の100倍程度の強度というふうになります。ですから、炭素の材料っていうのは金属に比べて圧倒的に硬くて強いってことがわかると思います。ですから、そのようなカーボンナノチップがあれば、イオリートにした時には非常に強いイオリートができるっていうことも予想されます。この図に示しているのは、イオリートの機械特性を、いくつかの数値を仮定して計算した、強度の図です。赤い線が理論値曲線なんですが、150ギガパスカルのカーボンナノチップでイオリートを作ると、だいたい最高で130ギガパスカルぐらいの極めて強い繊維を作ることが可能です。現在世の中でその軽量で強い繊維としては炭素繊維というのがよく知られています。最近では航空機に使われたり、まあ、一部は自動車にも使われ出していますが、鋼鉄の5分の1の重さで強度は2倍から3倍というところが非常に軽量化に有効となる炭素材料の優れた特性です。私の研究室ではそのカーボンナノチップの糸を単純に寄っただけでは、この図示しますのは引っ張った時の強度を示す図なんですけども、単純な寄り糸ではだいたい200メガパスカル程度でして、まあ通常のビニールとかナイロン同じような強度でしかないんですが、まだまだその炭素繊維には及ばないので、さらに強くするために、例えば2本の繊維を合わせて、再度よりを加えたりします。そうするとより、カーボンナノチューブが緻密によられて、高強度化が達成されます。だいたい、1ギガパスカルを超えるような比較的強い繊維になることが分かりました。で、ただこれでもまだカーボンナノチューブのを使って作成するファイバーの強度としては不十分だと思っています。この表に示すようにカーボンナノチューブが本来持っているような100ギガパスカル、150ギガパスカルといったような強度を持ったもので、そのまま超繊維化できると現在の炭素繊維を大きく超えてくるような繊維というのが将来的には実現可能だというふうに予測されます。ですから、今後はそのカーボンナノチューブ分子、一つのカーボンナノチューブの持っている物性値をそのまま、工業的に利用できるような超繊維に反映させるような研究開発をやっていきたいと思っています。未来のナノテックをやってます。じゃあ今から実験を始めます。まずガス流して圧力を上げるとかで、これでまあ大体原料のガス流した感じで CNT の成長、カーボンナノチューブですねの成長が始まったことになります。でこのまま大体まあ10分20分とか待って、まあ、カーボンナノチューブ成長させるんですけど、まあ、カーボンナノチューブ自体は後から絵面が出るのかな分かんないですけど、まあ、楽しみにしててください。最高のカーボンナノチューブを目指して頑張っています。 CVD 装置で作ったカーボンナノチューブのあれから、繊維を引き出して、シートを作っていきます。まあ、こちらで、ロールみたいなでこう引き出していくんですけど、回していって、これ一本一本が、糸状の繊維なんですけど、ファンデルスワールス力によって、周りの、繊維も一緒に巻き込んで、まあ、まとめて出していきます。出来上がったのが、まあ、こちらになるんですけど、すごく、カーボンナノチューブ自体が軽いので、これもすごい軽い感じで、これを複合材料といって、航空機などでも使われるものに応用していきます。研究室です。楽しく研究やっています。